どうも、綾瀬 120% 男、ブス島です。同級生実況プレイやっていきたいかと思います。29日、家の前にて、9時ですね。なんか、舞ちゃんが、いました。これ多分舞ちゃんで合ってるよな。これはね、長くなりそうな予感がしてきたので、とりあえずね、切っちゃいましたね。ヒロインですからね、一応メインヒロインなんで、舞ちゃんが、とりあえずスポットを当てております。本当にスポットが空いております。当たっておりますか？空いておりますって。なんで、冬彦がそこから出なくてよかったな、とりあえずな。はい、じゃあ行ってみましょう。あれということでね。まさか。舞ちゃん？やっぱり舞ちゃんだよ。あ、かわいい。やっぱり。ブス島くん。おー、でも個人的には俺、千原ちゃんの方が好きなんだよな。まあまあまあいいや。ブス島くん？何揉ましてくれんの？とりあえず。誤解しないでね、お願い。てんてんてん。ケンジくんとは何もないの。うん、はい。ブス島くんと一緒に遊園地行ったことが秘書の口からパパに伝わって私外出禁止になってたの。ほうほうほう。しばらく誰とも会わせてくれなかったんだけど、ケンジくんがパパに頼まれてホテルに行ったの。違うの。ケンジくんがパパに頼まれて変な男から私を守ってほしいって言われたの。ケンジくんと一緒なら外出も許してくれるって言うから私ブス島くんに会いたくて。てんてんてん。途中でケンジくんと別れてブス島くんに会いに行こうと思ってたの。俺に会いに？ええ。なるほど、とりあえず見とくか。てんてんてん。我慢だ、ブス島。うん。今、舞ちゃんと話をしよう。うん、今我慢だな。まだ。ケンジ君と食事をするってパパに言って、ケンジ君が車に迎えに来て、ブス島君の家の近くで降ろしてもらおうと思ったら、ケンジ君、私の考えに気づいちゃって。ああ、それでケンジ君、怒っていきなりホテルの駐車場に車を。最低のやつだな。ケンジのやつ、何が諦めろだ。ああ、本当だよ。ケンジ君が私を力づけてホテルの中に入れようとして、おお、とんでもねえやつだ。私が大声を上げて抵抗したの。てんてん、あのあれだよ、先生を襲ったやつは変わんねえじゃん、やってること。ケンジ君驚いちゃって、それでも私をホテルの中に入れようと説得するの。最悪だな。そこに俺が偶然通りかかったってことかって、いや、たまたま良かったぜ。私心臓が止まるかと思った。悪いことは何もしてないのに、会いたい人が目の前にいるのに目を合わせることができなかった。しょうがない。だったらどうしてあの時に何も言ってくれなかったんだ。ブス島くん、私が何を言ってもきっと信じてくれなかったわ。俺は信じたよ。うん、信じたさ。舞ちゃんが言うことだったら私はそうは思わなかったの。うん、他の男の人とホテルにいるところを見られて、でも入り口だからな、まだ。しかも仲良さそうってわけでもねえしな。何もないなんて絶対信じてくれないもの。大体入って、うん、わかるけどね、そういうの。ブス島くん帰っちゃった後、ケンジくんも冷静になってくれて、私を家まで送ってくれたわ。ケンジくん、ブス島くんと決着をつけるとか言ってた。でも私の気持ちなんてケンジ君全然考えてくれないの。あいつはそういうやつだからな、バカだから。うん、私の気持ち、他の男の人が私を好きになってくれても私の好きな人は一人だけ。てんてんてん。あー、ちょっと鳥肌立ってきたぞ。ブス島君、あなたなの。おーすごいね、いいね。私逃げてきたの。え、外出禁止になってからお稽古も車で通うようになって、ブス島くんに会うためにはお稽古の途中で逃げ出すしかなかった。いつからここに？9時頃から。ああ、でもまだ15分くらいか。よかったよかった。おお、危なかったね。ブス島くん、私を家に帰れない。てんてんてん。そんな顔しないで。でも、明日になったらちゃんと帰るつもり。でも今日は帰りたくない。どうするブス島。どうするって、こんな決まってんだろ。ブス島くん、一緒にいてほしい。ホテルに行こう。公園で話そう。喫茶店に行こう。部屋に行こう。帰った方がいい。あ、この選択肢はないね。これはないね。これ冗談でもちょっと、これは、これだろう。これしかねえだろう。うん。今回は行くぜ。ちょうど選択肢顔にかかっちゃったけどさ。まあまあまあ、行こう。部屋に行こう。舞ちゃん、俺の部屋に来ないか？うん、行きたい。無菌室おいで。早く、ブス島くんの部屋に連れてって。オッケーオッケーオッケー。いやー、やっぱり動画切っといて正解だったぜ。中に入ろ。舞ちゃん、俺の部屋においで。うん。おー、専用グラ用意してんの。気合入ってんねー、エルフさん、やっぱり。
うわー、ここがブス島くんの部屋なのね。あ、なんだか照れるな。おいおい、専用グラマで用意してるってやっぱり気合入ってんな。おい、男の人の部屋に入ったの初めて。汚れてるだろう。うん、そんなことないわよ。綺麗な方だと思うわ。誰か掃除してくれてるの？まさか掃除、洗濯、炊事全部自分でやってるぜ。よかった。俺としたらあんまり良くないんだけど、私としたらその方がいいの。おー、めちゃくちゃ女の子っすね。ちょっと、とりあえず PC98 関係ねえ。ちょっと話もう一回しちゃう。おー、なんか変だね。うん、緊張しちゃう。ん、ブス島くんって本当に一人暮らしなのね。そう、一人暮らし大変でしょ。いや、慣れちゃえばね、それなり楽しいよ。でも一人暮らしはね、楽しいっすよ。やっぱり気楽でいい。うん、誰も干渉ねえから。うん、まあ家賃が大変だけどな、毎月の。うん、まあそれくらいな、水耕熱費とか。まああとはもう気楽なもんよ。うん、あ、イヤリングが落ちてる。どこ。うわ引っかかんなよ。ふふ嘘。あのね、そんなに慌てるってことは身に覚えがあるってことよね。素敵な部屋ね。はは、ありがとう。ブス島くんが住んでいるから私にとって素敵なお部屋よ。いいね、舞ちゃん。おー、てんてんてん。やだ、また緊張してきちゃった。ちょっと見ちゃおう。ブス島くん、え、私の胸小さい？見たことないからわかんない。ドキッとすること言うな。今日の舞ちゃんは、うん、もうほんと、ちょっと足見ちゃおう。私の足好き大好き。いいね、見てる、興奮しちゃうぜ、こっくん。あー、ほんとだよ、もうやべえな。ブス島くん、私のことが好き？好きだよ。うん、私もブス島くんが好き。うわ、こいつ青春よの、アルファオフィル、あ、口がもう回んねえや。もう青春よの、ほんとにの。私ね、ブス島くんのことをずっと見てるの。ブス島くんが他の男の子たちと一緒にいるときも、他の女の子と一緒にいるときも。ふーん、ブス島くんが他の女の子と一緒にいたり話してるのを見たときは、自分で不思議なくらい変な気持ちになったのを覚えてるわ。それって嫉妬ってやつ？今から思えばそうだったのかも。もうほんと好きなんだな。ブス島くん、遊園地楽しかったわね。ああ、楽しかった。あの時のこと覚えてる？もちろん全部覚えてるさ。ブス島くん、あの時私に何かしようとしたでしょ。何かって、あ、キスのこと？そう、キスのこと。何よ、もうなんだよ、もう。は、あの時は拒否されてしまった。今日はどうだと思う？え、うん、なんでもない。舞ちゃん、もしかしてキスしてほしいのか？タラコ唇アイコン来るか、これ。あ、来たよ、タラコ唇アイコン。こうやるとヒロインでもブサイクに見えてしまうタラコ唇アイコン。でもこれがついに来ましたよ。行きますよ。行っちゃうよ、これ。おい、来ました。キラキラ。はい、あ、おお、ブス島くんと。なんて柔らかい唇なんだ。ん、あ、舞ちゃん。おお、ちょっとだけ舌を入れてみると。なんかリアルなこと言うな、この野郎。彼女は抵抗せずに受け入れてくれたと。ね、はいはい、なんかいろいろ絡み合うと、あんということでね、はいはい、結構積極的だ。いいっすね。ブス島くんと。そういうと、俺の体に腕を回してきた。そう、彼女は覚悟した上でここに来た。いや、まさにこれこそ恋愛シミュレーションっすね。俺はキスをしたまま彼女の背中に腕を回し、そのままゆっくりとベッドの上に押し倒したと。おしおし、ここはまだ大丈夫、ここはいける。あ、ちょっとやっぱいいな、これ。ブス島くん、怖いわ。ということでね、俺は彼女の優しい言葉をささやき、安心させる。しかし前の体は期待と不安で硬くなってしまったままだと。あ、彼女は恥ずかしそうに横を向こうとする。俺は彼女の肩を両肘で押さえつけるようにすると。いや、この嫌はね、嫌な嫌じゃないよ。前の髪からシャンプーの香りがする。俺はそのままの体勢で前の唇を再び奪うと。いやー、もうあれですね、恋愛シミュレーションですね、まさにね。あん、ダメ。うん、まさぐるとね、いうことで、いいやと。
このイヤもね、あの全然嫌なイヤじゃないですよ、これは。うんうん。アイソの仕草がたまらなく可愛い。ブス島くん好きということでね。うわ、ほんと、なんか生涯絶対言わないや、こんなの。ふぅ。いやー、さすがメインヒロインっすね。これね、マジで、プレイした方がいいっすわ、これ。マジで。いや、これぞね、もう、あれっすよ。もう本当にもう、なんて言ったろう。もう、純愛ってやつっすね。いや、いやいやいや、これはこれは素晴らしいね。さすがだわ。うん。まあ、初めてで、後ろってのはどうかと思ったけど、それで、でもすごいね。うん。これはね、もうぜひプレイしてください、本当にね。さすがメインヒロイン。うん。てんてんてんということでね。ブス島くん。私このまま眠りたい。ああ、ブス島くんすごく素敵だった。おやすみなさい、大好きなブス島くんということで。俺も寝よう。舞ちゃんが横にいるとぐっすり眠れそうだ。おお。いやいやいや、パタンと。あれ、カチャンパタンか。ん？さあ、起きたと。うわ、舞ちゃんおはよう。舞ちゃんがいない。置き手紙があるぞ。何何？ブス島くん、よく寝ているので起こさずに帰ります。安心してください。ちゃんと家に帰りますから。もちろん、ブス島くんの家に泊まったことは内緒です。パパとママにひどく怒られるし、でしょうけど、ブス島くんと一緒にいられたことを思えば、ちっとも辛くありません。うわ、めちゃくちゃいい子。たとえ外出禁止になったとしても、もう夏休みが終わりですから、すぐに会えると思います。ブス島くん、の恋人舞より今回さ、いろいろやってきたけどさ、この手紙の破壊力すげえな。これブス島くんは変人舞よりっていう風に書いてたらちょっとあれかもしれないけど、これ破壊力抜群の手紙だな、これすげえな。生涯もらえることが俺はありません。はい、まあいいや、なんか悲しくなってきたよ、なんかうん、今日のは朝立ちじゃないな、きっと。いやー、すごかった。はー、マジすげーな、これ。ちょっとね、すごいとしか言いようがないわ、これ。まあ、とりあえず外に出るか。よいしょ。よーし、外に出るぞ。もう、あとは、あれか、何もねえ感じなのかな。なんか、とりあえずいろいろ回っていくか。あは、いつも元気だって褒めてるのよ。なずこさんこそ病院に何か用あんの？病気か？妊娠か？どっちだ？同級生。おいおい、まだ探してるのか？おかしいわ、ね、どこにしまったのかしら。この、粘り強さはギネスもんだぜ。ええね、確かここにしまったはずだけど。またまた覗いてみるか。どーれ、覗いちゃおう。覗こ。あおこさん、お邪魔しまーす。おいおい、触っちゃえ。ええー、よそう。かわいいお尻だ。もっこりと。ダメだ、我慢できない。きゃー。わからないわ、選択したんだよな。それでも全部好きと言って、さあ、ここで、もうドストレートに言ったから嫌われましたんで、ここですね、キスをするということで、これにしましょう。もう一度キスしよう。お互いの愛を確かめるため。キスをもう一度するの。お互いの愛を確かめるために。そうさ、素敵だけど不安だわ。何が？だってブス島くん本当に浮気しない人なのかしら。しないよ、俺は青子さん一筋だ。本当に？だから本当だって。あのね、前からずっと気になって聞きたいことがあったんだけど。なんだよ、また質問あるのか。うん、ブス島くんがこの店に来た時、マコ姉さんの香水の匂いがしたとあったでしょ。まさかマコ姉さんと変なことはしてないわよね。あ、してない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 、それはしてない。なんでそんなこと言うんだよ。俺のことがそんな信じられないのか。だってマコ姉さんって綺麗だから。俺ここまで来るとめんどくさくなって嫌になるな。もう俺が好きなのはアコさんだけさ。だってまだ不安なんだもん。ああ、じれったい。俺はちゃんと質問に答えたぞ。ブスジム君、今日は帰って。私また悩みそう。帰れだ。ここまで質問して帰れただという。うん、帰って。キスさせてくれたら帰るよ。うん、キスして。おお、またこの CG ですね。
おお、ブスジマくん、ダメ。え、いや、胸を触らないで。ちょっとどこつまんでるの。乳頭って書いてますね。おい、この手はブスジママークなしでいくぞ。これはいかんぞ。これはキャー、アコさん好きなんだよ。ドンドンからガッシャンバッシャン、キャッキャー、やめてよアコさん。いやパンティーを、やだボカ、いてて、た玉をやられた。え、ひどいブスジマくん、だって好きなんだよ。これはダメだよ。好きだから抱きてんだよ。ちょっとブスジママークだらけですよこれ今。ごめん、もうしない。ブスジマくん、私信じていいの？うん、本当に？ああ絶対に。しつこいな、絶対に絶対。はあ、もういいや。何が、なんだか興奮が冷めてきた。ひどい、ここまでして何もしないなんて。おいおい、どっちなんだよ。ブスジマくん、私のこと嫌いになっちゃ嫌だって。お化けよりもジェットコースターよりも東京タワーの老人形よりもブスジマくんから嫌われるのが怖い。なんというシュールな考え方だ、例え方だ。なんだかわいそうになってきちゃったな。おお、あわこさん、帰らないで。へ、帰っちゃいや。恥ずかしそうに体を曲げているあこを見ているうちに、俺は無性にあこが可愛らしく思えてきた。帰らないで、お願い。俺は畳の上に横たわっているあこの上に軽く自分の体を預け、うん、髪、頬、肩へと優しくキスをした。うん、はい、はい、ブスジマくんということ。ふぅ、いやあこさん、あれを見たときはちょっととんでもねえことしたのかと思ったけど、なかなかめんどくさいねこの子ね。うん、ブスジマくん、私どうだった？素敵だった。あこさんはとっても素敵だった。よかった。うん、あ、え、大変お店のことすっかり忘れたわ。うん、女ってのはすごいよな。ブスジマくん、服を着て早く。へいへい。あん、どうしよう、お客さん来てたかしら。わからないな、ここからじゃ見えないし。ブスジマくん、早く外に出て、誰かに見られたら大変だわ。まだズボン履いてないよ。早く履いて。そう、履いたら外に出て。ズボンを履いたぞ。早く、ドン。あらら、突き飛ばされた。あ、とんでもねえな。舞ちゃんの後これかい。まあ、いろいろ回ってみましょう。じゃあもうこの店には来ないよ。てそうか、美穂ちゃんアルバイトを辞めたのか。同級生。お、カズ、お、あれ、珍しい組み合わせだな。ようあれね、ブスジマくん、こんにちは。クスクス、なんだよ、どうなってるんだ。あのね、カズヤくんがどうしてももう一度付き合いたいって言うから付き合ってあげるの。ほうはは。でもね、立場逆転だな完全にな。でもね、私は言ったの、好きな人がいるって。ははは。そしたらね、最初は友達でもいいからって。カズヤ、思い切り立場は弱くなってないか。そんなことないさ。クスクス、カズヤくんも私がまた好きになるまでキスも変なこともしないって。男として当然のことだよな、ブスジマ。でもね、カズヤくん、永遠にキスできないと思うの。どうして？だって私、好きな人ができちゃったんだもん。そんな。ね、ブスジマさん。おっと、痛いな、これ。なんだよ。なんでもない。クスクス。あ、こんなことになるなんて、どこでどう間違えたんだろう。いや、お前のスケベ心が全部悪い。うん。じゃあね、ブスジマさん、また会いましょう。おい、待てよ。立場逆転ですね、完全。ああ、カズヤがくるみちゃんを必死に追いかけてるよ。しかし、なんだったんだ、今のは。あれ？男の声、ブスジマくん？夏休み終わりかって、ブスジマ、男の声、誰だよ。マタロウ、なんだよ。マタロウか。ふっふっふ、今日は君に僕の彼女を紹介しよう。マジか。え、くるみちゃんじゃないの？あ、そういうわけでもないな。彼女ってマトロに、おお、そう、びっくりしたよ、俺。あ、みほちゃん？こんにちは、ブスジマくん。ゲー。まあ、そういうわけだ。これからも頼むよ、ブスジマくん。タロくんたらね、私の後をつけるほど好きなんだって。私のこと、ストーカーかよ。私、そんなことを聞い、
私そのことを聞いて感動しちゃったの。いや犯罪者だぞ一歩間違えたら。ちょっと違うような気がする。負け惜しみか薄島くん。ふっふっふ。じゃあね、私たちこれからデートなの。僕たちはこれで失敬するよ。ふっふっふ。おい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 、清い交際そうだなお前らはな。うん、ふう、どうしてこうなるの。ちょっとなんかショックだな。いろいろ。お、あこさん、おお、やっと誰か会えたぜ。なんかいろいろ言ってたんだけど全然会えなくって。ここは薄島くんの住んでるマンションよね。そうだけど薄島くん浮気してないわよね。してませんよ。まだって言っちゃったよ。うん、それなりの。じゃあね、おやすみなさい。あこさん怖いな。あこさん、まさかここで俺のことを待ってたんじゃないだろうな。え、この時間からまた動き出す感じ。ちょっと他の場所行ってみよう。おうおう、見た。あ、ブス島。あ、じゃあもういいのか。うん、だいぶ良くなったみたい。私陸上部を辞めるわよ。あれ、ちょっと女言葉になってないか。ブス島のことは、うん、ブス島は私のことが好き。好きだよ。嬉しい。ははは。そのことを聞きたかったの。これで安心して眠れる。よかったね。夏休みももう終わりだけど、今度は学校でいっぱい会えるわね。いや、ちょっとミサじゃねえ、これ。そうだね。一緒に学校行って一緒に帰ろうね。いいな。陸上部にいた時よりも、目の前がバラ色に見えるの。これもブス島のおかげ。そう。じゃあね、ブス島。私の夢を見てね。乙女だね。乙女になっちゃったよ。おい。これでいいのだろうか。ちょっとこれ家の前ラッシュ行くか、これ。いるか誰か。誰もいねえや。はい、ということでですね、とりあえず夏休みのイベント系は全部これで終わりなんじゃねえかな。多分取り残しはかなりあると思うんですけど、まあとりあえずなんか適当にやってみましたけど、まあ次回は一応エンディングって感じになるのかな。うん、31日が確か最後だったんでね。まあ一応全部なんとかエンディングは見たいなと思いますので、まあとりあえず今回ゲーム部分はこれで最後という形になると思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。これ何シコシコすんの。ピカでしょとかさね、オケてんじゃん。ああまあいいか、棒人間さんに食わせやいいな。あーめんどくせ、俺食うわけじゃねえからな。ここがいいのか、これがいいのか、気持ちいいか、これがこれか、ここがいいんか。おう、こわすっげー。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。